昔の人の名前をオシャレにしてください。野口秀世。オシャレ、高級。桁が上がるな。七世街道まっしぐら。ハーバード大学、壁に書かれた名言、今居眠りすれば夢を見る、今学習すれば夢が叶う、幸福に順位はないが成功には順位がある。これを書いた者は明日学生課に出頭すること。ああ、だよな。落書きだもん。バンクシーにはなれなかったか。運転士救護、資格。免許がなくても逃げ切る度胸があれば OK。おい、あかん。免許いらんのか。逃げ切れなくてもいいんか。楽しいことなんか何一つない。あらら、そうかい。かわいそうに。あ、群馬県か。ことわざを何文字かけしてください。玉隠して尻草。増えた、想像した。どんな尻や。ペーパーついてたか。母を訪ねて3000。6000、ハネマンです。おい、麻雀。訪ねてまで。まあ嫌がりだ。18歳未満の方ここから先はご遠慮ください。遠慮しながら入ればいいのか。ちゃんは、このガキが。間違ってはない。中で騒ぐやつもおらんしな。モスモス。ストップ、ボロが出た。習慣は怖いな。仲良しで何より。あの時のことを後悔するべき。してる、似てんな。ここはどこだ？修行でもしてんのか？白ヤギさんですね。手紙盗難についての事件で少しお話よろしいでしょうか？え、配達員。他人のだったんか。お腹空いてたんだもん。キノコ取った。取ったな、夢でも。綺麗なジャンプ。耳が取った後かな。筋トレ関連ワード全てが放送禁止用語になってしまった時にありそうなこと。なかやまくんです、は。わろた、かわいい。中山くんって、筋肉って大事だな。我が太陽なら奴は月、アインシュタイン稲田、我が永遠のライバルよ。すげえ、引用か。稲ちゃんマジか。もういじれねえじゃねえか。波平が持ってたら嫌なもの。もう一つの家庭。嘘、あいつ。どこの女だ。バッカモン。そうめんが8日連続で出された時の正しい行動を教えてください。そろそろなくなるだろうから、買い足しておく。買うな、鬼畜だ。空気読んでー。カレーの時もやるな。時代グリコ選手権ベスト8。おう、なるほど。優勝ではないわな。次はカレーで行こう。ドッグラン行くけど乗ってく？おい、楽すな。体力温存。これが犬のナンパか。具志堅用高行きつけの床屋で噛み切った被害者の会。ドカン、被害者。利用してたか。がっぽり取れるな。ケンテッケイフレイドチキン。なまり、いいな。ワクワクすっぞ。中華は出ねえぞ。ほら、それは、あれだ。あ、飛んだな。わかりやすいな。絵に描いたみたい。わずかな金で満足すること。それが当社の採用基準。くそ、ブラック。なんてやつだ。もはやすがすがしい。アンガーマネジメントだよ。6秒待って、6秒後。やっぱ漏れる。頑張れ、そっちかい。絶対待つなよ。暴行極小すぎだろ。電話ボックスじゃなかった。うわ、だろうな。もう遅かった。いや、なんやそれ。で、私が言うのもなんだが、全員、武器はどうした？重たいものあったら置いてけっといたけど。従順、置いてきた。上官の指示だもんな。日頃の訓練の成果だな。すいません、箸ください。さすが、和の心。使ったことないやろ。後の日本大使館長である。今日から冬服だったな。服なの？脱いでるやん。夏にコートだったんか？これぞ生命の不思議。渋ハロ、何の役？渋々ハローワークへ。いいね、応援する。仮装して。お菓子忘れんなよ。さあもっと私のいいところを言ってちょうだい。圧力、真剣。すでに言ってるのか。一つで終わってしまったか。もし iPhone 16 Pro の開発者がオードリーだったら。Bluetooth 搭載。欲しい、やかましいわ。青く光るんか。若林とだけつなげる。脳のないカカシ、心のないブリキの木こり、勇気のないライオン。家から出ない俺。
ニート、いい頃。プログラマーか。並ぶな並ぶな。嫌いだった顧問の葬儀に来た。明る、嬉しそう。一応も服か。教え子やん。新しいドアに変えられる直前。やめて、表情。感情移入するわ。新品もこの顔なんだろ。場所にこだわり、炭火焼き鳥、最上で焼き上げ。重い、絶対やだ。そこまでするか。よく許可下りたな。喋ることを手にメモってきた。がっつり、バレバレ。紙でいいだろ。これが愛される理由。傘がなければ浴びればいいじゃない。いや、浴びてる。感動した。誰が洗うと思ってるの。花粉症なので箱ティッシュを持ち歩く。てか、辛いね。薬効かないか。結果をおすすめします。先生、人間はおやつに入りますか。入るか、問題児や。小遣い節約。どこの学校やねん。気まぐれサラダを制作中に気分が乗らなくなった。おい、そこまで。ガチの気まぐれ。食えたらかなりレアだな。ドラえもん、のび太の恋人誕生。誰？静香ちゃん。のび太、お前。画面の外の現実化か。Windows 起動したらなんかいる。いるな、誰よ。違和感はないな。紫よりも主張が強い。クラシアンが来ない。来るわけ、やばいな。水のトラブル。まず電話しなきゃ。いかん、自爆するつもりだ。マジか、壁の後ろへ。わかりやすいな。もう手遅れだ。鳩にマウント取ってみた。ちっちゃ、取るなよ。大きく出たな。形で負けてる。鉄オタタレントが不祥事を起こした時の週刊誌の見出し。輝きを失い、こだまする悪評に光は見えず、復帰の望みもなしか。おい、ありそう。センスが溢れてる。長いトンネルの中か。俺チーズバーガーテイクオフで。ご一緒にポテトをフライしますか。うまい、やかましは。凍ったままか。空まで飛んでけパラグライダー。本当にイタオなのか。ちょ、デデイン。それはわかりかねます。お前も、田中と同じ気持ちなんか。気をつけろ、ボルナレフ。あのスタンドのスタンドはスタンドだ。え、だから、あのスタンドのスタンドはスタンドだ。増えた、これやばい。おのれボルナレフ。スタンドのスタンドがスタンドだというのか。家政婦は見け。うん、どっこり。混ざりたそう。みんな凛々しい顔してるわ。お題、動物園で人間を展示することになった。一番人気のエリアは発情期のメス。まあな、そりゃそうだ。多分薬盛られてる。それって、昔の遊郭じゃん。ダチョウクラブと出川。いいね、そう見えてきた。緑がきっと出川だ。相変わらず仲良さそうだ。ターラコー、ターラコー、タープリー、ターラコー。うん、好きよ。シンプルでいい。無理やり感がかねえな。洗って応募してね。だな、違いねえ。バッチリもんね。つまり当たりってことでいい。さっきまでパッチェロ、パッチェロと湧き上がっていたスタジオに戦慄が走る。あ、あかん。これあかんやつや。たわしじゃなく私に当たりました。やっと選ばれたハッカージの飴。ふわぁ、わかるわ。あるあるすぎて。サクマドロップスうまいよな。やっぱりさっきのキノコ、やばかったんじゃないかな。はは、やばいね。間違いないやつ。これはマジやばいだけ。ちふゆさん、14歳、小3から。寝てない？え、マジか。レベル高え。めっちゃ眠そうだわ。バカにされた。うまい、おお。座布団1枚だ。ひっくり返る。レントゲン撮影した松岡修造の頭蓋骨。うわぁ、燃えとる。どうなってんだ。サーモグラフィーいらず。マッソウ。すげ、いい発音。何やっても筋肉が生える。お願いマッソウ、めっちゃモテたい。素の発音はこう。顔、いるよねー。めっちゃツバ飛びそう。癖が強すぎるわこいつ。この時代のアメリカでは、ひき肉を生で食べても平気でした。マジか、そうきたか。横にソーセージあるのに。ぶっちゃけ生肉の方がうまい。
またうちの子がニンテンドックスでバーチャル恋愛してる。と俺に似たんだろうな。顔、本気だわ。こっち見ておくれ。ご主人お前の影響なのかよ。上から読んでも下から読んでも同じ言葉選手権。お菓子が好き好きすがし顔。あ、ほんまや。懐かしいな。これ有名だったよねー。大きな愛一物をグーダーサイ。おい、こらこら。歌に乗せるな。こういうやつは意外とでかい。割れ目に手をかけろって言うたけどそこやない。ちょ、巻き込み。もっとやれやれー。これが彼の見た最後の光景だった。あんまりにも泣きわめくのでやれやれと言いながらおじいちゃんがパンパースを脱ぎ始めた。え、待て待て。泣く子も黙る。何を一体どうする気だ。下や好き、かわいい。もう振りてー。それはきっとモンスターボールだよ。おこふふ、いいねー。愛らしいわ。そのまま連れて帰ろう。マシケ、橋別。現実逃避の旅に来た。あ、なんというか。頑張ってください。橋別の上に毛根って書きたい。美女たちとキャンプ、朝目が覚めたらこれ。いいじゃん、もう一回だぜ。めでたしめでたし。モフモフで可愛いからこれはこれであり。今日はこんな棒に当たったよといちいち報告してくる。やべえな、可愛すぎる。いちいちってのがまた。なぜ持ってくるんだろうか。一匹目にとんでもないのが出てきて恐怖で眠れなくなってしまった。こっは、なにこれ。どういう状況。すげえ進化を果たしたな。開けられないので冷たさを楽しむことにした。ふふ、でも夏は気持ちいいよね。微妙なポジティブさと諦めの悪さ。思わずすみません間違えましたと飛び出したが、何かがおかしいことに気づいた。おい、え、マジか。足がおっさんじゃん。ゴツゴツ感のある足だな。ここら辺にあるはずのワンナップキノコを必死に探す。はは、わかるー。あるあるやね。ちょうどそんな感じだわ。どうだ、冷たいか。この冷たさはこれからお前が生きてく世間の冷たさと同じだよ。里井、マジかよ。もっと冷てえよ。氷点下を下回るぞ。将来の佐川男子候補の目は早めに積んでおく。わろた、てめえ。ペリカン便なのね。そのうち黒猫も同じような活動を開始するやもしれぬ。ぶらり途中下車の旅。おい、あかん。ぶらりすぎるわ。途中下車って物理的かよ。今食べたばかりなのに何事もなかったかのようにご飯まだなのでくださいとアピールしてく。ふふ、かわいい。この澄ました顔よ。タリンとスリスリしてくるよ。我が輩は猫である、なので女湯に入っても罪に問われないと思ったなどと意味不明な供述を繰り返しているとのことです。は、俺も猫だよ。それでいいなら猫になる。確かに意味不明な供述だわな。ニュースナマステのお時間です。今夜も生放送でお送りします。は、ナマステ。ちょっと気になる。何事件を華麗に解決した事件からです。入院中の私の小さな友人へ狂気味のためにホームランを打とう、そう言うとベイブは戦力外通告された。あ、悲しい。泣けるわ。バットが立たないんだなきっと。むせた。ほぼ、見えるわ。平和ですねー。むせた感がすげーわかる。ザ、をつけて強調した表現にしてください。座役。わろた、確かに速攻性ありそう。シンプルシリーズみたいになっとる。まあ私すごく HP 高いんで。おい、なんとなくわかる。なお、携帯変化も兼ね備えてる。その分守備力が低めに設定してあるタイプだな。帰ったら嫁がめっちゃキレてた。あ、やっちまった。何をしたんだよ。これはかなりヤバい系だな。シルエット問題の答えが意地悪。あ、誰やねん。普通、奥歯と答える問題。いつから北の将軍だと錯覚していた。小顔整形がなんか違う。これは、どう手術した。ギュッとなってる。だって骨削るの怖いって言ったじゃないか。ハイジの驚き、レベル50、クララが立った、レベル100、クララが歩いた、レベル999、クララが浮いた。なんだや、マジかよ。腫瘍腫瘍。精神と時の部屋へ。
とても嬉しい 17.2%、嬉しい反面寂しさもある 54.6%、相手による 25.4%、寂しい 2.5%。ゴムつけてくれればいいよと言われたらどんな気持ち？お、寂しい。綺麗にはまった。ちょっと複雑だわー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。